感謝トーマス。新しい仲間ベルというお話。ソドー島ではみんな新しい仲間が来た時は温かく迎え入れている。その日も全員で汽笛を鳴らし、新しくやってきた機関車を歓迎した。ベルがソドー鉄道の仲間になったのだ。ベルは大きな青い機関車で、真鍮の鐘がついていた。放水銃から勢いよく水を出して火事を消すのが仕事だ。大きくて元気がよくて、ひときわ目立つベルのことを誰もがみんな好きになった。トーマスがナップフォード駅にやってきた。ちょうど走って出ていくトビーをベルが見ているところだった。いってらっしゃい。おはようベル。あら、おはようトーマス。あれは誰なの？トビーって言うんだ。特別な仲間さ。トビーは島で一番古い路面機関車なんだよ。それに頭が良くてすごく優しいんだ。それを聞いたベルは嬉しそうだった。トビーにも金があったわね。きっといいお友達になれるわ。どこに住んでいるの？トビーならアールズデールエンドに住んでるよ。それじゃ今すぐそこに行ってみるわ。こんにちはトビー。私はベルよ。トビーは目を丸くした。大きなベルを見てトビーは自分が小さく感じた。やあベル。私たち鐘がお揃いね。一緒に楽しいことをしない？そうだね。僕は鳥のさえずりを聞いて楽しんでるよ。でもベルには鳥のさえずりが楽しいとは思えなかった。出かけましょトビー。私もっと楽しいことを知っているの。ついてきて。まずはじめにベルはトビーをゴードンの丘に連れてきた。頂上まで登ったら勢いよく下るわよ。だがトビーは気が進まなかったので、ゆっくりとバックして側線に入った。準備はいい？トビー。もうスリル満点だったわねトビー。楽しかったわ。だが何の返事もなかった。トビーはそこにいなかったからだ。トビー？トビー、どこにいるの？たのかと思ったわトビー。こんなところにいたのね。僕はもう古い路面機関車なんだ。丘を勢いよく登ったりできないよ。ベルは顔を輝かせた。トビーと友達になりたかったのだ。大丈夫よ。一緒になってできる楽しいことがあるの。ピストンを動かしてトビー。ベルは元気に勢いよく線路を駆け抜けた。トビーは一生懸命ベルの後をついて行き、トロッターさんの豚がいるところにやってきた。トビーは笑顔になった。僕はトロッターさんの豚が好きなんだ。みんなに会えて嬉しいよ。それを聞いたベルも嬉しくなった。一緒に楽しめるって言ったでしょ。その時ベルはとてもいいアイデアを思いついた。豚は泥が好きだわ。これを見てトビー。ベルの大きな放水銃の中からゴーボーゴーボーという音が聞こえてきた。そして次の瞬間、水がものすごい勢いで噴き出した。こりゃなんてことだ。どうなってるんだ。水を噴き出す機関車を見るのは初めてだった。私たちが作った泥を喜んでるわよ。トビーは楽しくなかった。
彼はバックして静かに側線に入っていった。もう一度水を出しましょうか。楽しいわよ。だが何の返事もなかった。トビーはそこにいなかったからだ。トビー？トビー？どこにいるの？トビーは隠れていた。側線で貨車の陰になってじっとしている。帰ったのかと思ったわ。トビー、どうしたの？大丈夫？僕はもう古い路面機関車なんだ。水で遊ぶのには慣れていないんだよ。ベルは一生懸命考えた。なんとかトビーの友達になりたかったのだ。大丈夫よ。他にも考えていることがあるの。私と一緒にメイスウェイト駅まで行きましょう。メイスウェイト駅には大勢の人がいた。ベルは蒸気を吹き出し止まった。そして大きな真鍮の鐘を鳴らす。その音があまりにうるさかったので乗客たちはびっくりした。聞いてください、私たちの鐘はソドー島で一番です。トビーは自分の鐘を鳴らさずその場からこっそり立ち去った。トビーも鳴らして。だが何の返事もなかった。トビーはそこにいなかったからだ。トビー？トビー？どこにいるの？心配になったベルはトビーを探すためロケットのように猛スピードで走り出した。トビーは車庫に戻っていた。ベルはがっかりして悲しい気持ちになった。あなたとお友達になりたかったの。一緒に何か楽しいことをすればきっと仲良くなれると思っていたんだけど、あなたは全然楽しくなかったのね。これじゃあ私のお友達になんかなりたくないわよね。ベルはじっと黙り込んだ。するとどこからか鳥の声が聞こえてきた。鳥は美しくさえずっていた。まあ、なんて美しい声なの。そうでしょ。聞いてると楽しくなるわ。僕もだよ。もう一度豚のところに行かないかい、ベル。友達なのにさっきは挨拶もしないで帰っちゃったから。もちろんよ。一緒に行きましょう、トビー。こうしてベルとトビーは一緒に豚を見に戻った。豚は楽しそうに泥で遊んでいた。こんにちは、みんな。この子はベルって言うんだよ。ベルはトビーに向かって優しく微笑んだ。トビーはもう怖がっていなかった。メイスウェイト駅へ行かない？あなたのお友達が待っているはずよ。こんにちは、トビー。こんにちは。前にいるのはベルです。ベルはニコニコ笑った。それから真鍮でできたその大きな鐘をできるだけ優しくそっと鳴らした。それを見てトビーは嬉しくなった。ベルは僕の友達なんだ。僕たちの鐘はソドー島で一番だよ。そうだよね、ベル。ベルは顔を輝かせた。そして本当に幸せな気分になった。新しい仲間ベルというお話でした。旅に出よう、遠いところへ、世界中を巡ろう、すごい冒険が待っている、たくさんの発見が待っている。 Let's go! トーマスたちの旅は続く。